頭ん中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。全力で来い。
この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。さん、お父さん。お父さん、そろそろ家へ帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。悪いな、ごはん。ちょっと頭の中で強いやつと。強いやつ？あ、ピッコロ、ピッコロさん。ずっと目はピッコロ大魔王っちゅう。生まれ変わったピッコロはオラの知ってる中でもわっもっと強くなって。僕戦うなんて。おめえも修行。でもお母さん。あー、いっけねえ。そういや、食い物の材料集めてこいって。何がいるしか。さあ、そうだったな。うん、僕さん張り切ってんな。切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。ホガンのやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さん、ここだよ。リンゴの木見つけたみてえだな。もう一つくれ。取っておくか。僕に任せて。楽しそうだな、ごはん。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。ごはんのやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。どこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さん、こっちこっち。ごはん、見つけんのうめえな。よし、こんなもんかな。リンゴはこれくらいでいいだろう。よく見つけてくれ。そうか、疲れちまったか。うん、まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった。ちゃんとついてくんだぞ、ごはん。
どこ行っちまったんだ。どうしたご飯。僕疲れちゃった。もうなんだしょうがねえ。うまい言った。うわーい高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。僕偉い学者さんになりたい。おめえ変わってんな。勉強を教えんのは無理だけんど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ていてやっかんな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういやおめえ釣りは初めてだったな。そうだよ。じゃあオラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よし、ここなら釣る。どうやって。普通は釣りし、しもう尻尾で水の中で泳ぐ。ま、ほらもうプルマっちゅうやつにそのこと言ったら面白がって、じゃ、早速釣りやってる。おっと、父の用事済まさねえとな。あっちに用事はねえはずだ。こっちじゃねえな。そっちに行ってもしょうがねえな。よし。こんなもんかな。やったねお父さん。ああ、食い物の材料集めたら、あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。さて魚焼くかな。新鮮なさ、たくさん食わねえと。とて今日は楽しかったね。あ、ご飯も手伝ってくれたしな。うん、楽しい。
おめえも来てたら強そんなの無理だよ。そういえばお父さんが釣りをしてた時に、お、サンキュー、ごそろそろ家帰る？よし、家に帰るか。キントンよーい。よっちゃ、しっかり捕まってんだぞ。うわ、恐竜さんだ。バイバイ。オラがガキの頃からずっと乗ってんだ。いい子にしてねえと、キントンには乗れねえんだが、ご飯は大丈夫みてえだな。うん、大丈夫。ちっとふっくし、遅くなっちまったかな。お母さん怒ってなきゃいいけど。お、もどかすなよ、ご飯。ちょっと腹減ってきちまったな。帰ったぞ。ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。食材集めにどんだけ時間。どんだけって、
修行もして今日は無天道様のところにご飯ちゃんあれ そうだったな。わりわり今度もういいだほら弁当を作る。それじゃあ取ってきてもらった材料で弁当作るだよ。オラが世話になっそうなんだ。こいつはクリリンと修行した時の石だな。あん時は確かクリリンがずる…よし準備できたぞ。ほれ弁当だ。サンキュー父。父の作ったもん食ったら。うん。それじゃ父、じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ご飯ちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか。ああ、あれだな。わあ、綺麗な玉。こいつは通信中っていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。ご飯ちゅうおめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ごはんちゃん。それをかぶってりゃ、じいちゃんもおめを守ってくれっから、大事にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さ、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、お母さん、行ってきます。晩ご飯までには絶対帰るだぞ。この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。ねえお父さん、無天老師様ってどんな人？見た目はよぼよぼのじっちゃんだけど、めちゃくちゃ強いんだ。まあちょっとエッチなんが玉に傷だけんど、オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、
オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。ソンくん。悟空。よ。あら、なにその子。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。変か。こんにちは。はい。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか。死んだじいさんの名前。いい名前。悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して。おい、お主たち。いえ、僕たち。ほん、てっきり最近は修行。何も特別な修行をせずとも日々が主力動き、よく学び、よく遊び。返す言葉もよし、お主らには日々が修行を達成したら分かったよ、じっちゃん。はい、無天老師様。うん、さてと、わしはいつ。おめえも鍛えたら強くなれっぞ。おう、おす。なんじゃ。しょうがねえな。
おう。ああ、どう？うん。役に立てたみてえだな。なあ、よし。え？こいつは。それじゃ、行ってみっか。
し。なあ、悟空。かなりの力は持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると。なあ、悟空、この子もお前かなりの力は持ってると思うんだけどさ、はあ、おう、おい、うん、なあ、かなりの力は持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒るんだ。あ、お父さん、あれなんだろう。ああ、なんだろうな。隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。